核戦争と惑星科学 SF のようなテーマですが、実は密接な関係があります。天体衝突による爆発や火山や山火事から発生するススは核兵器の爆発と似たような物理現象であり、実は地球惑星科学と非常に関連が深いのです。広島、長崎で原爆が使用されて以来、放射能が人体や生命に重大な影響を及ぼすことは生物学的観点から重点的に研究されてきました。しかし核兵器によって地球の気候にどれだけ影響が出て、生態系や経済活動に具体的にどう悪影響がもたらされるのか、実はまだ解明されてない点が多いのです。冷戦時代に米ソの2大国が核戦力増強に励む中、全面核戦争が地球の気候に破滅的な影響を与えることを初めて世界に訴えたのが伝説的な惑星科学者カール・セーガンでした。1983年にサイエンス誌に掲載された論文でカール・セーガンらは、気候モデルの計算から核兵器によって巻き上げられたススが地球全体を覆い、数ヶ月間にわたって核の冬が訪れると警告しました。その後別のグループがネイチャー誌に掲載した論文で、ここまで極端な寒冷化効果は起きないことが示されたものの、こういった研究者からの説得力あるデータは冷戦末期に米ソが核戦力を縮小する一つのきっかけとなったのです。冷戦後超大国が全面的に衝突する核戦争の確率は下がりましたが、一方で現在新たな脅威が生まれつつあります。それが新興の核保有国によるより小規模なスケールの核戦争です。現在進行形で核兵器開発を進める北朝鮮やイランの例はもちろん、研究者が特に懸念しているのはインド・パキスタンの軍事衝突です。カシミールをめぐって何度も戦火を交えてきたこの2カ国はどちらも核兵器を200発以上保有しており、偶発的に核が使用される可能性も決してゼロではないと指摘されてきました。そこで研究者らは、もしインパの間で小規模の核戦争が勃発した場合に世界の他の地域にどのような影響がもたらされるのか詳しく予想しようとしました。このような研究を引っ張ってきたのがコロラド大学とラトガース大学の気候モデルのグループでした。彼らはインパ両国がそれぞれ広島級原爆を100発打ち合った場合に発生したススがどのように地球環境に影響するのか計算しました。ここでポイントとなったのが巻き上げられたススの挙動です。2017年にカナダで発生した大規模な山火事では、煙が太陽の日射によって加熱され、従来の予想よりもより高い高度にススが到達して広い範囲に長期間にわたって滞留するという、これまでの常識を覆すような現象が確認されました。彼らはこの効果をモデルに取り込むことでより精度よく爆発の現象を再現することにしました。その結果、たとえ小規模の核戦争であっても巻き上げられたススが地球全体を覆い、10年間にわたって世界の平均気温を5度C 程度低下させることが分かりました。それによって世界の食料生産や生態系にも大打撃をもたらすことも分かりました。これは戦地から遠く離れた日本にとっても他人事ではありません。例えばサイエンス・アドバンシーズに掲載された論文では、食物連鎖の底辺を支える植物やプランクトンの基礎生産が日本でも3割も減ることが示されています。また米国科学アカデミー企業に掲載された論文では、人類の主食である小麦やお米、トウモロコシ、大豆の生産量にどう影響が出るのか詳しく調べています。その結果、寒冷化と降水量の減少によってウクライナやロシアの穀倉地帯の生産量が壊滅的に減少し、日本でも北海道の農業が大打撃を受けることが報告されました。このように小規模の核戦争でも全世界に深刻な影響を与えることが気候モデルによって具体的に裏付けられたことは大きな反響を呼びました。一方でこれらの研究に真っ向から反対するグループもいます。その中心がアメリカにおける核兵器開発のメッカ、ロスアラモス国立研究所のグループです。彼らは独自の気候モデルの計算によって、コロラド大やラトガース大が主張するススが上層大気まで巻き上げられるような現象は起きず、寒冷化はあまり起きないと反論する論文を出版しました。両者のモデルの本質的な違いは、爆発現象をどれだけ正確に計算できているかの違いにあります。核爆弾が起爆した時、内部では非常に複雑な熱化学反応が進行します。しかしこういった反応はあまりにも複雑であり、モデルで全てを計算することはできず、様々な過程が入ってきます。そのため反応モデルが異なると核燃料から生成される最終的なススの量が変わってきます。ロスアラモスのグループは、自分たちのモデルの方が正しく反応過程を模擬できていると主張し、核の冬は起きないと報告しました。しかしこれに対してコロラド大、ラトガース大のグループは即座に反論コメントを雑誌に掲載し、ロスアラモスのグループの計算のおかしい点を指摘しています。このように
現時点でまだ結論は出ていませんが、ミニ核戦争がもたらす脅威を正しく評価しようという機運が高まっているのは事実です。我々研究者の仕事はできるだけ正確なデータを国民や政策立案者に提供し、核兵器の脅威を正しく議論してもらうことにあるのです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。面白かったという方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。また内容についてご意見がある方はコメントいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。